ソチエタポリスポルティーバアルスエトラボール、通称 SPAL はイタリアエミリアロマーニア州フェラーラにホームを置くサッカークラブである。アルスイレーバーはラテン語で芸術と労働の意。2021から22シーズンはセリエ B に所属。スポールはサレジオ会の主催、ピエトロア・アチェルビスによって1907年に設立。クラブカラーは サレジオ会の紋章を象徴する白と水色である。地方のクラブではあるが、スポールは、イタリアサッカーの歴史において、重要な役回りを演じてきた。1951年から1968年に、かけて17シーズン中16シーズンセリエ A に、所属し、1960年には7位、1963年には8位になった。1962年には、 コッパイタリア決勝に進出したが、当時、セリエ B のナポリに敗れた。この時期には、カルロ・マッツオーネや、ファビオ・カペットが選手として在籍していた。2005年、2012年と二度にわたって、経営破綻。SSD レアルスポールとして再建後の2013年、近郊のエシー・ジャコメンゼと合併して、創設時の名称に戻った。 2016から17シーズンは1試合を残して自動昇格の条件の2位以内を決めて1967から68シーズン以来49年ぶりにセリエ A 昇格を決めた。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す。10、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。